すげえ地下っぽいな。え、何？え？なんかダーククリエーションズって言ってるぐらいだから、改造人間ってこと？なんだ、ゾンビじゃないよな。うわっ、めっちゃホラーやん。どうだどうだ、頑張れどうだ、頑張れどうだ、何しろんや。おーおー、 C4C5 か。で、多分ね、外っていう概念がなくてドームの中なんだよな。さっき見ると外っぽいけど、これ天井あるよね。ビニールハウスみたいな感じか。10月10日か。もうちょいだね。あと1週間ちょい。なんか DMR っぽいマークスマン的な感じだけど、レート的にも。これ何なんだろうな。え、これ誰だそしてなんか AI、あ、周りの兵士は AI か。AI ソルジャーか、多分。なんだ？なんだこれ？なんだあれ？おい、ちょっと待って。なんだあれ？さあ、バー、トーフィー204に今回はシーズン6の情報お披露目会というわけで、60秒後にプレミア公開される予定なんですけども、なんか事前情報としては戦車の挙動が変わるとか、まあそういう話はあるんだけど、新マップとかね、あの、イースターエッグとか、マジで一切やってないから、どういうコンセプトなのかもわかんない。なんかレールガンタンクは若干調整が入るらしいんだが、まあ正確な情報はちょっとまだわかってない。さあ、あと25秒。来るぞ来るぞ。お？クロフォードか。うお、え、なんかこれ新マップか。すげえ地下っぽいな。え、何？え？なんだ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 、人間か。え？義手？ロボット？え、何？クローン？あ、屋外。いや、ドームか。なんだ？でこいか。うわっ！めっちゃホラーやん。お、パイプさん。何？わお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 わわわ、アイリスさん。え、どうだどうだ、頑張れどうだ頑張れどうだ、何しろんや。おーおー、 C4C5 か。あ、どうださん頑張って。わお、ダーククリエーションズ、オクトーバー10、10月10日。なんだなんだこれ、なんだあれ、おい、ちょっと待ってなんだあれ。え、何が起きたんだ。まずクロフォードさんらしき人が、これなんだあいつらなんだ、こいつら何。なんかダーククリエーションズって言ってるぐらいだから、改造人間ってこと。なんだ、ゾンビじゃないよなここでゾンビモードじゃないよね。あ、やっぱりこういう研究所なんだ。多分人間じゃないんだ。え、どういうこと。ほら、あ、なるほどね。ノーパッドのクローンみたいなのを作るってこと。え、これもしかして同じフィールドに何人も同じ人がいる。今のこの制度って伏線回収だったりすんの。なんか、うわ、怖っ。いや、ハロウィン近いけどさ、急にホラゲー感出すやんうわ、目光っとるし。いや、いいね、最高、パイクさん。うーわー、なるほどねこれどうだどうだ、ちょっと映るけどさ、ここで仕事するんだよな、初めて。ちゃんとほら、いいカバーになってる。え、結構地下もさ、広そうじゃない？で、多分ね、外っていう概念がなくて、ドームの中なんだよな、さっき見ると。外っぽいけど、これ天井あるよね。
ビニールハウスみたいな感じか。だからヘリとかないのかな、もしかして。そんな気がしない？いや、見る感じなんか、タンクとかは入れなさそうな感じだな、完全に。もうロッカーとかメトロみたいに、歩兵特化というか、もう専用マップといっても過言じゃないぐらい、狭そうな感じだな。なんかスカルフェイスやん、マジで。あのリーダーっぽい、なんかゾンビみたいなやつ、こいつ。あいつなんだ？あいつ新スペシャリストじゃないよね。あれ、ここら辺もね、楽しそうだな、普通に。10月10日か。もうちょいだね。あと1週間ちょい。これ何？これ何？ちょっと待って。それ見してよ。これ新ビークル来るんやったらまあまあ熱いぞ、普通に。ちょ、最後の最後の、あの最後のなんかビークルっぽいの見よう。いや、ビークルかどうかも怪しいけどね。軽車両か、新しい。アワーグラスだな。いや、これなんだこれ。なんだこれ。形的に四隅にプロペラというかローターがついてそうなイメージじゃない？なんか。で、真ん中に座る、剥き出しの超ちっちゃいヘリみたいな。これ。これなんだろうな。なんかの新スキンなのか、はたまた、まあ、DMR っぽいけど、レート的にも。だこれが誰なのかはわからん。なんか DMR っぽいマークスマン的な感じだけど、レート的にも。これ何なんだろうな。え、これ誰だそしてなんか AI、あ、周りの兵士は AI か。AI ソルジャーか、多分。いや、で、このスペシャリストがまあ、多分、新キャラかどうかはわからんけど、まあ、結構前の情報ではね、その公式発表では、シーズン4までしか、スペシャリストは出ませんっていう話だったからね。まあその通りシーズン5は出てこなかったんだけど、ここで新しくね、時間かけた分、出てくるかもしれんな。いや、わからんけど。で、このね、これ何これの情報ちょっと知りたいね。うん、というわけで、なんかこうトレーラーを見て、なんか考察とか予想とか、まあ感想とかあったらね、どしどし聞かせてください。ちょっと俺もそれを見て、さらに考察をしようかな。さあ、というわけで、バトルフィー2042シーズン6、ウォッチパーティーというか、リアクション動画でしたけども。いや、マップね、結構これ、期待できそうな感じじゃない？なんか歩兵特化とはいえ、なんやかんやね、屋外がメインだったりしたから、やっとこさ、屋外がほんとなんか狭そうな、なんならもうヘリとか入れなさそうな感じの、ビニールハウスみたいな感じっぽいから、これ、2042版のロッカーメトロ、なってくれ。ここでもうなってくれ。うん。ここでね、もうポータルに専用ね、このマップの、なんかロッカーオンリーみたいなサーバーが立つぐらい人気のマップにね、なってくれ。うん。もうこれがもうなろ。ロッカーメトロね、来ないんだったらもうここがそういう風になろう。これ人間じゃないもんな。まあ、人間じゃないってことは、ゾンビか AI。あ、わかった。めちゃ強 AI だ。うん。ここね、めちゃ強 AI 製造工場です。あ、そういうことか。10月のアプデはね、AI をめちゃくちゃ強化します。AI 強化アプデです、これ。うん。なるほどね。やっと分かったわ。